増田、泣く。シーズン途中だし順位も確定していないし優勝か引退まで涙は取っておいてほしい。男泣きに理想を求めすぎかもしれないけど、マスコミはすぐ悔し泣きって書くけど、悔しくて泣いてるのかね。心配すぎる、あんな辛そうな姿見たくない。坂本が尻拭いしてくれたからこれでこそチームスポーツだ。泣いてる場合じゃねえ。今まで9回同点で登板した時に不甲斐ないピッチングを繰り返してしまったが、この日も同じことを繰り返してしまったからなおさら悔しい気持ちも感じる。確かに今日は悔しいと思うけど、この涙が坂本投手に伝わって抑えることができたと思います。増田さんも泣くんやな。本当に悔しかったんだな。これを機にこれから圧巻な投球を見せてくれ。敵ながら増田の悔しい気持ちが痛いほど伝わってきた。信用できないとか言ってごめん。他の選手もこの増田さんの悔しさを前面に出す姿勢学んでほしい。今日泣いてもいいけど CS 行くぞ。初めて見たかも。何か気するところあるのか。ご視聴ありがとうございました。